Thank you.
父ちゃんの晩ご飯はバジルのシーフードパスタで、我が家のトウモロコシ、キュウリのビール漬け。以上。父ちゃんパスタどうぞ。めちゃくちゃパセリな、うん、パセリの味しかしない。パセリじゃないんですよ、バジルです。あ、バジル。おいしい。甘いやろ。つぶつぶないと困るね。もっと二つ大きいな。こんなもん、こんなもん。でもめっちゃ甘いやろ。お疲れ様でした。乾杯。やっとバジルソース作れました。昨日今日はすっごいいいお天気で、久しぶりの夏日でした。ホタテ美味しいです。でね、この動画をアップした頃には、多分横浜にいると思います。ちょっとね、娘の生活応援で横浜に着きます。でもね、すぐ帰ってくるんですよね。孫ちゃんも大きくなってきたしね、早いね、子供の成長。なんか離乳食、幼児食、なんか大盛り食べたりしてる。だけど最近の赤ちゃんって本当予防接種、しょっちゅう予防接種してるね。びっくりするな。毎月予防接種行ってるような気がします。育児には口出しはしたらいかんね。で、来週の頭には帰ってきます。とんぼ帰りやね。ちょっと生活の応援して帰ってきます。バジル美味しいね。我が家で育ったバジル、我が家で育ったトウモロコシ、あの甘い、ちっちゃいけどめちゃくちゃ甘い。お疲れ様でした。いってらっしゃい。